皆さんこんにちは。司法試験2021年度、予備試験短期合格のスケジューリング方法というガイダンスを始めさせていただきます。担当いたしますのは東京リーガルマインド専任講師竹山茂樹です。よろしくお願いいたします。さてですね、今日はスケジューリング、しかも予備試験短期合格のって話ですよね。で、ちょっとこちらのでレジュメを使っていきます。この予備試験短期合格のスケジューリング方法で、ペラッとめぐりますよね。で、まずここの、池袋の会場に来られている方、予備試験とか司法試験の制度は大体ご存知ですか？大体大丈夫ですかね？自信ないという方いらっしゃいます？大丈夫ですか？はい、じゃあ予備試験と司法試験の制度大体ご存知だということでお話を進めさせていただきます。で、1、スケジューリングの重要性です。これ司法試験は短期決戦だとよく言われます。もちろんね、中には10年、20年、30年受けて合格される方もいらっしゃいます。ただやっぱりね、2、3年でパッと受かった方が合格率はいいと言われている。それはもちろん司法試験の勉強だけに専念できる専念受験生はもちろん、そんなね、10年、20年もだらだらずっと勉強だけしてるわけにもいかない、それはそうなんだけど、社会人とかあとは学生で法学部以外の人、司法試験以外の勉強もしなきゃいけない人もやっぱりある程度短期で合格しないと、これ合格率低いと言われてます。じゃあね、そうは言っても例えば1ヶ月2ヶ月で受かるものではなく、最低1年はかかります。でね、1年で、司法試験と予備試験あるんだけど、予備試験と司法試験ってそんなにレベル違わないですよ。予備試験受かったら大体司法試験は受かるので、ある意味一体でお話をしていきますけど、大体ね、予備試験合格レベルに到達するためには法律全く知らない人は1年はかかると思ってください。しかもこの1年っていうのは日常生活を全て勉強に捧げた場合です。なので例えば仕事しながらとか他の学部に通いながらだったら、やっぱり2年3年ぐらいは現実的には見といた方がいいんじゃないかでなんでこんなにかかるかというと、当然これ学習量が膨大なんですね。で、予備試験司法試験の基本的な法律の科目7科目合わせて受験会では7法と呼びます。後でその資料もご提供しますが、憲法、民法、刑法で3科目ね、刑事訴訟法、民事訴訟法、司法、行政法の4科目で合わせて7科目でね、これ大学通われた経験ある方、この7法を法学部で単位取ると何単位ぐらいになるのか、まずそういうお話をねさせていただきましょう。今日学生さん多いんでね、これね、法学部で一通り単位取るだけで60から70単位ぐらいになります。しかもそれは司法試験とか予備試験レベルの学習ではなくて、ある程度もちろん法学部の専門科目とかね、ある程度はやるんだけど、そんな司法試験レベルじゃない。それをやるにも60から70単位ってことは、だいたい大学生の3分の1から2分の1ぐらい、それで終わってしまうぐらいの密度量なんです。で、まずそれをね前提に考えていってほしいんですあ、すごい学習量が膨大なんだ。で、司法試験受験生でよくやってしまう過ちはこういう勉強です。完璧主義。あ、じゃあ合格のためには民法はこの本とこの本とこの本をやろう、で最初から最後までやってる。これはねあんまり良くない勉強。なぜかというと、時間がね無限にあればいいんです。でも我々に与えられた時間ってのは有限なんですよ。で、今のね真面目にこの本とこの本とこの本とこの本ってやってると、みんな真面目なものだからちゃんとね全部やろうとして10年ぐらいかかっちゃう。いや、これ大真面目に計算するとそうなんです。そうじゃなくて、じゃあ私は現実的には1年無理だから2年で設定しよう、じゃあ2年だったら何時間勉強に費やせるかっていうのを計算していかなきゃいけないですねでちょっとねやってみますよ。じゃあこの方設定として社会人あるいは学生でいくら勉強を取れる時間を取れるのか、2年間だとしましょう。これ他のガイダンスでもねお見せした計算ですけど、この方月曜日から金曜日は3時間勉強時間取れるとします。
3時間取れるから、3時間かける5で15時間取れますね。で、土日は1日10時間だ。だから土日合わせて20時間。じゃあ1週間に35時間取れるということですね。もちろん、いや月曜日勉強できないんですよっていう人は、別にその3時間を他に割り振ればいいだけだから、とりあえずこれで計算しましょう。で、35時間1週間を2年間だといくらかというと、まあ35時間1週間で、だいたい1年は52週ぐらいで、これが2年間ですね。これの計算をすればいいということになります。で、350で15、1650の1750か、1750かける2だから3500ぐらいですね。すいません、ちょっと計算合ってるかは分かんないけど、大体これぐらいですね。つまり2年間で、合ってるかな、いや絶対違うね、これ。これで70で50かけたら3500だから3640か。まあすいません、ちょっと計算間違ってるかもしれないけどね。大体これぐらいなわけですよ。で、この3640時間、大体3600時間ぐらいをどう割り振るか。で、これね、まず、どうですか？多いって感じる？少ないって感じる？これ人の感じ方だけど、多分ね、これ両方いるんですよ。3640時間かっていう人もいれば、3640時間で受かるの？っていう人もいる。 じゃあこれね、各科目にならすとどうなるか。まあ憲法とか民法とかいろいろあるんだけど、これね、民法だけ量が多いから2倍あると思ってください。だから民法だけ2倍割り振ると 民法2科目カウントする、これ8科目で割ればいいんですね。で、8科目で割ると大体400時間ちょっと、まあ450ぐらい大体取れるわけです。1科目約450時間だから、憲法450時間、民法900時間、刑法400時間、こんなふうになっていきます。で、これ多いか少ないかって話ですね。で、例えばね、民法って科目、レックの入門講座っていうのがあります。 で、私のね、予備校のレックの入門講座、民法の基礎を3時間1コマの講義を24コマ、時差歩行とかやるから25、26ぐらいになるんだけど、それでやります。となると、民法の入門講義でどれぐらいの時間消費するかというと、これ聞くだけね。で、聞くだけで 3×24 だから72時間、これ消費しちゃうわけですよ。しかもこれってね、講義をただ聞くだけで72時間1回ね、復習入れたら2倍ぐらい140時間ぐらい吹っ飛んじゃいますよね。 で、法律ってね、そもそもの構造として、1回やっただけじゃわからないような構造になってる。なぜかというと、これね、最後の方でやる概念を最初に使ってたりするんですね。法律ってそういう構造になってるので、1回2回3回と繰り返さないと、そもそも分かんない構造になってるし、一般的な学問もそうですよね。繰り返さないと記憶に定着しない。だからこれ72時間何回か復習してると、あっという間に飛んじゃう。しかも問題解いて、添削を受ける時間とか、そういうものを考えていくと結構少ないんですね。でも2年間っていうと、かなり効率的に学習をしないと時間不足になってしまう。 まずそれをね、意識してください。学習量が膨大なのに2年間だとこれぐらい。あ、ちなみにね、物のね、本屋行くと資格の本ってありますね。いろんな資格のガイドみたいな本、例えば、何でもいいですよ。もう本当にケアマネージャーとか気象予報士とか、いろんな資格について解説してる本で、司法試験見ると大体ね、学習時間5000から1万時間って書かれてる。なので、まあ、これに隙間時間加えて5000時間だと、まあ大体いい線かな。5000時間ってまあ大体いい線だと私も思います。なので、
とにかく3640時間をこうやって捻出してプラスアルファ隙間時間とかを使って5000時間ぐらい、これが、まあ、予備試験とか司法試験に受かる学習時間、一般的な学習時間になります。でしかもね、司法試験って困ったことに、これをやれば確実に合格ということはないんです。例えば予備校もね、教材いっぱい出してますけどこれをやれば確実に合格しますよってのはない。あ、じゃあ何のために予備校と通うんだって話ですよね。でもうちょっとね、これ正確に言いましょう。この講座を受けたら大体 95% ぐらい、絶対はないからね、 95% ぐらいは合格しますっていう講座を設計することは可能です。ただね、その講座って売れないと思う。どういう講座かというと、はい、皆さん2年間全寮制で、はい、スマートフォンも没収します、一切外界との連絡を取ってください。でこのレックがやるカリキュラムを毎日こなして毎日添削です。で個人指導、これだったら 95% 受かりますよ。ただ皆さんね、やっぱり時間もそんなにねないだろうし、いろんなプライベートもあるだろうし、何よりそんな2年間缶詰の予備校何千万ってかかりますから、現実的に不可能なんで、そういう予備校はないですよ。あ、今言った予備校ね、医学部受験だったら今でもあるみたいですよ。まあ分かりますよね、あのお医者さんの息子さん娘さんでどうしても医者にさせたいという場合は、そういう予備校に入れて医学部に受かってもらうっていうのはあるかもしれない。でも司法試験の場合はね、そういうのはあんまり人気がないので、予備校はポイントだけを教えるっていう感じになってきます。ただちょっと大丈夫ですかね、画面が、もう一個言いますね、予備校はポイントだけ教えるっていうことになってきます。ただ一方で予備校に通った方がいいのは一つあって、司法試験って予備試験もね、担当と論文ってあります。担当はマークシートの、選ぶ試験で、論文は書く試験、この論文がキーなんですよ。で論文っていうのは当然ね、この通り書かなきゃいけないって模範解答はないんだけど、合格者が見るとこれはいい、これは悪いってあるんですよで悪い答案書いてる人は実際に講師とか合格者に見て直してもらわないと良くならない。でその繰り返しがすごく大事と、要するに問題解いて論文を書いて合格者に見てもらって添削して返してもらうというプロセスが大事で、もちろん添削も大事なんだけど、その前にこの書き方がわからないって講師に質問できるってすごい大きいんですよ。もちろんそれはオンラインでもね、こういった対面の講義でもいいんだけど、そういったのが重要になります。なので予備校ってのはそういうためにあると思ってください。で時間脱線しました。でとにかく学習量が膨大なんで、目標から逆算して学習計画を立てないと効率よい学習ができないというか、いつまでたっても受からないことになってしまいます。あの司法試験のね学習っていうのも特殊な社会なので、ある意味いろんな用語があります。私はあんまりいい用語だと思いますけど、ベテって用語があります。ベテはこれベテラン受験生の略なんですね。まあ今だとね、やっぱコロナで降りましたけど、昔はね、あの司法試験の予備校に行くと結構年上の方がですね、特にあの喫煙ルームとか当時あった時代、そこでねタバコ吸いながらこう話をしてるっていうのがよく見られました。でそういう方はやっぱ10年とか受験されてるんですね。でもちろんずっと諦めないで受験するというのは私はいいことだと思います。ただどうせずっと受験するんだったらパッと受かって弁護士とかやった方がいいじゃないですか。なのでもう効率よい学習、もう 2,3 年で受かるんだっていうのをね、ぜひ決意を持ってくださいじゃあ目標の設定いきましょう。で基本的に予備試験、司法試験、特に予備試験受かる方は予備試験までが2年間っていう設定がほとんどです。なので通常はね、レックもこのコースで進めてるんですけど、通常はここから学習スタートで、予備受けるまで2年間でするのが一般的です。ただね、ここの今のガイダンスは12月にやってるので、これを1年半ぐらいでやるのか2年半でやるのかっていうのはまた皆さんの選択です。それは自分の使える時間と相談しながらやります。だからこれが2年間って言っても1年半とか2年半になる人はいるけど、
で、今回1年半でやるんだったら、今12月ですね。今2021年の12月で、で、2022年にやって、2023年に予備試験受かる。で、2024年の司法試験を受けるっていうのが一般的です。でね、これを1年度かすごく短くしたいっていう方、それはね、あの法律学習したことがあるとか、あるいは何ですかね、自分の可処分時間、使える時間を全部勉強に捧げられる人だったら可能かもしれない。ただ他にね、学生とか仕事とかやりながらだったら1年より縮めるのはなかなか難しいとは思います。じゃあまずここ2年間で設定しますね。で、ここの目標に設定に書いた通り、2カ年計画でも1年終了時に担当合格、これ予備試験の担当合格ね、これを目指してください。これどういうことかっていうと、例えば今の12月から学習を始めても、来年の4月、まだ5ヶ月しか勉強してないんだけど、一応予備試験受けてください。まあもちろん受験料はね、落ちたらもったいないかもしれない、でも一応ここでも合格するつもりで受ける。なぜか、これ理由いくつかあります。まず一つは、本番の試験会場の雰囲気ってのはもう本番受けないと味わえないんですよ。これ下手な模試受けるよりいいですよね。まあお金はかかっちゃいますからね。あともう一個、やっぱ目標あった方が勉強に張りが出る。なので5月も一応ね、受かるつもりで受ける。で、受かっちゃったらラッキーじゃないですか。あ、ちなみにね、これ昔の司法試験からあるあるなんですけど、担当受かるつもりがなかったんだけど受けて受かっちゃった場合は、次の論文2ヶ月後に来ます。これ落ちるかというと、死人坊の狂いで勉強するんですね。で、意外と受かっちゃう人いるんですよ。なので担当もね、まあ2年コースでも1年の時に受けてみて合格しよう、これはすごくね、いいことだと思います。なぜかってこれですね。これなんで1年終了時に担当合格を目指すか、このなぜかっていう答えを今言ってるわけですけど、まあ本番の試験の環境を味わえる、で、あわよくば、ね、受かってしまったら論文合格も目指せる。あとね、これね、なかなか昔のね、大学時代に聞いたことなんですね。あの、私国際政治学っていう講義をたまたま聞いてまして、そこに著名な N 教授っていうのがいるんですけど、こう言ってました。あのオリンピックの金メダル、あ、失礼しました。オリンピックの銅メダル取る人って最初から銅メダル目指してないと。あれは金メダル目指したから銅メダル取れるんだと。まあそれはそうですよね。最初から2年後の合格でいいやって思ったら2年後受からないかもしれない。だからもう1年目で合格するつもりで、ダメでしょうがないから2年目、これが一番いいんですね。ということで、ぜひ1年終了時にも担当合格目指してください。で、これ4月の例になってますけど、適宜置き換えると、これ2020年2年で、皆様方だと12月に学習を開始して、2023年7月に予備試験担当式試験合格で、2023年9月論文式試験でね、ここすごい重要なんですけど、担当に受かってしまうと論文を受けられます。で、この論文を受けられるってめちゃくちゃ大事なんです。なぜかというと、論文受けて答案回収されますよね。論文落ちた場合でも受かった場合でも答案は返ってきません。ただ評価をつく、 ABCDEF っていう試験委員に自分の答案がどう評価されたか、これ見るのはすごい大事なんですね。なので論文式受け終わったら、あの下書きにね、大体何書くか書いてるんですよ。家帰ったらね、すぐできれば3日以内ぐらいに再現答案っていうのを作るんですよ。自分が試験会場で何を答案書いたか、その再現答案作って、もし落ちてても、あ、この答案は A なんだ、この答案は F なんだってやっていくんですね。そういうことができるのも、やっぱ1年終了時に担当合格を目指すメリットになります。で、1年目論文式試験でダメでも、次の年予備試験担当式試験合格して、論文に合格して口述合格、これを目指しましょう。皆さんここ12月に直していただいて、12月から勉強すると、まあ2025年の1月には受かるということです。で、2025年の司法試験を受ける、そういうことになります。
では実際のスケジューリングの内容に入っていきます。でスケジューリングの方法なんですけど、私は大中小の3段階の計画を立てることをお勧めします。で大した話じゃないんですけど、大は年間計画、月単位の計画、中は週単位の計画、小は1日に何をやるかの計画です。で括弧2番、中小計画はすべて最初に立てない、中計画は3ヶ月ぐらい最初に設定して、そして3ヶ月が経過した都度立てていく。小計画は1週間単位で立てる。でこれペラッとめくっていただいて、イメージとしては2ページ目の右側についたこんなのが、大計画で年間と月間です。でここは本当にざっくり立てます。この計画だと1年目は、基本7法の基礎知識を身につける。で例えばテキスト3週、3週っていうのは最初から最後までテキストを例えばね読むことを1週と表現します。 1,2,3 回ある、それを目標にしてるんですね。意外に大変です、3週って。ただねこれ私の司法試験の先輩が言ってたんですけど、まあその方も受かりましたけど、結局司法試験ってテキストを何回回せるかの勝負だと。まあそれは事実なんですね。何回その民法だったら民法を復習できるか。で私の講義だと私のレジュメがあるので、そのレジュメ何回復習できるか。ただね1回目は大変なんですけど、当然分かってくるので2回目3回目は時間を短くする。ただ何回もやることが重要で、担当式試験の過去問を解くで、担当式試験の模試で合格推定点を取る、基礎的な論文を書ける力を身につける、こんなのが年間計画です。で2年目はこんな感じ、論文をとにかく書ける力を身につける、予備試験論文の過去問をすべてやる、答練に取り込む。答練はねこれ答案練習会の略です。でこの答練は絶対に受けた方がいいです。これ担当論文ともあるんですけど、論文の方が大事です。要するに模試みたいなもんなんですけど、自分でね会場であるいは自宅で答案を書いて、それを提出して添削して返してもらう、これ答練と言います。これが本当に大事、自分の答案を人に見てもらって、帰ってきたら自分の書き方とかを根本から直しておく、まあ、根本から直さなくていい時もあるんですけど、これ繰り返して力はついてきます。というかですね、司法試験受かった後の司法修習行ってもやることはほとんどこれなんですよ。起案って言うんですけど、その時は起案ってね、公務員なんかも文章を作る時起案って言いますね。文章を作って添削して返してもらう、ずっとこれの繰り返しなんですね。裁判官になる研修もそうですよ、判決文作って先輩裁判官に直してもらうとかね。なのでもうこれがもう放送の基本的な勉強スタイルなんだと、これを思っていただいて、ぜひ答練は受けてください。でスケジュールの続きで、模試で合格推定点を取る、こんなのをざっくりとした大計画、年間計画にして、月間計画は割とシンプルで、例えば5月は民法総則の学習、講義に出る、講義の復習をしよう、で講義で習った範囲の担当式試験の過去問を解く、で講義で習った範囲の論書を何も見ないで書けるようにする、でこれが5月の目標で、6月は民法物件債権総論同じことをしよう、こんなふうにこの月は何、この月は何、この月は何って計画を立てていきます。でねちょっとここで脱線して、私のおすすめの学習法、これご紹介しておきます。これ全く法律の小学者ね例えば民法の講義を始まりました、これ予備校の講義を受けた場合でも独学でやっても一緒です。で何をやるかというと、じゃあ講義受けてる場合ね、1回目、講義受けますよね。で大抵民法の1回目は権利能力とかそういうところがあるんですよ。で独学の人はこれは権利能力のところのテキストを読むに置き換えてください。
で、これやったら何やるかっていうと、次にやることは復習。で、復習言っても具体的になる、何をやるんだって話ですね。私の講義だったらレジュメがあるので、レジュメを条文を引きながら見直して概念を理解しているか、あるいはもっと進めば自分の言葉で説明できるか、それを確かめてほしいんですね。で、本来ね、一番司法試験に受かる確率を高めるためには、この復習の段階で理想はね、自分が講義できるレベルまで持っていく。これ理想だけどね、そこまでなれば自分の中で概念が消化できているので、これかなり合格に近づきます。ただそこまでできなくても理解しているかを確かめる。で、これ必ず条文引いてください。予備試験司法試験っていうのは、法解釈学というものの試験になります。スタートは法律の条文なんで、6法はガンガン引いてください。分かんなくても引いてください。わけ分かんない条文出てきます、たくさん。分かんなくてもとりあえず引いて読む、それが大事です。で、その後に何をするかっていうと、論証というものがあるんですね。これ書けるようにする。これ要するに1回目の講義でやった箇所に論証っていうのがあれば、ない場合もありますけど、それを書けるようにします。論証っていうのはね、すぐ後でご説明しますけど、これ論文のパーツだと思ってください。で、実はね、論文式試験って予備試験も司法試験も問題見てその場で全部考える試験ではないんですよ。もちろん全部考えてもいいんだけど、全部考えると時間が足りなくなります。なのでパーツは用意していくんですよ。で、パーツを組み合わせて書いて、パーツにない箇所だけ考える。それじゃないと間に合わないんですね。で、もともとそういう試験なんです。だって皆さんね、飲食店に行ってハンバーグ頼んで3時間とか待たないですよね。パッと出てきますね、10分程度で。それはもう下ごしらえしてあるから。それと一緒で、論証っていうのも、もう用意していくんですよ、論文のパーツとして。で、このパーツを書けるようにするっていうのはすごい大変なんですけど、これをもう入門段階でやっちゃう。そうすると割と早く勉強ができるようになります。そしてその次、単答問題解く。で、要するに1回目の講義でやった分野の担当問題を解きます。ただね、ここで解くって書いてるけど、はっきり言います、解けなくてもいいんですよ。全然いい。問題文を読んで、解説を読んで理解できれば十分です。なぜかというと、そんなに簡単な問題ではないから、司法試験も予備試験もね。予備試験と司法試験、担当ほとんど同じなので、一緒くたに話していきますけど、もう読んで理解できればいい。それぐらいだと思ってください。で、これなんでこの段階で担当問題とか、意義は2つあって、まずケースに触れる。司法試験、予備試験って実は事例がめちゃくちゃ重要なんですね。法律って抽象的なんだけど、実際に法曹が扱うのは具体的な事件です。その具体的な事件に法をどうやって使って解決していくかっていうのが問われます。で、講義でもケースに触れるんですけど、足りないんですよ。なので担当問題で具体的な事例をに触れる機会を増やしていく、それが大事です。あとやっぱり勉強したすぐ、あとは記憶に定着しますよね。で、その後論文を解くかどうか、これはね、ケースバイケースです。私は必ずしも解かなくていいって言ってる。なぜかというと、論文の問題ってね、今日やった講義のね、範囲だけで解ける問題ってあんまないんですよ。いろんな分野の知識が使うので、論文の問題はこの段階で解けない。ただ一方でね、論文の問題に触れた方が、こういう形で出題されるんだって分かって覚えやすくなるって人もいます。だからそういう人の場合は論文の問題に触れていただいていい。なので、これは人によります。
次に論文に行くかどうかは人による。で、これ一セット終わったら次の講義。次の講義は大抵法人とかそういうところに入るんですけど、こっちに行くってことですね。で、これ何を言いたいかというと、例えばテキストを読んで勉強するのも、民法の本を最初から最後まで読んで勉強するんじゃなくて、一つの分野終わったら論証、担当問題、そして次の分野に行く。分野ごとに勉強するということですね。なぜかというと、民法一冊最初から最後まで読んでると最初の本忘れちゃうから。なので、講義受けたらすぐ論証、担当問題解く、まあ、そういった形で進んでいってください。で、今論証って話してましたね。で、論証っていう話をちょっと詰めておきたいと思います。で、皆さんね、民法の条文今持ってきてないと思うんで、私が読み上げますけど、民法の条文にこういうことが書いてます。民法3条1項、私権の共有は出生に始まる。慣れてないとまず漢字が思い浮かばないですよね。私権ってのは私の権利って書く。要するに生まれたら権利を持ったり義務を負ったりできる。何言ってるかというと、赤ちゃんのね、お母さんのお腹の中にいる段階は胎児っていうのは例えば土地を持てない、当たり前ですよね。でも生まれたら理論的にはこの不動産を所有するとか銀行口座を作るとか、そういうことができるということです。でね、この出生に始まるの、出生って書いてるのが実は議論になってるんですね。これ何かというと、胎児ってのは普通はね、頭からお母さんの母体から出てきますけど、頭ちょっと出てきたら出生なのか、全部出てきたら出生なのかっていう対立があります。何をくだらねえって思うかもしれないけど、こういった細かいところを詰めていくのが法律なんですね。で、これも実はね、ちょっと考えると、その難産の場合ね、例えば生まれるのに1時間ぐらいかかったりします。その間に親族が亡くなった場合って相続とか発生しますよね。で、確かに出生がいつかっていうのはその相続に影響を与えるかもしれないので、一応決めておかなきゃいけない問題なんです。ただ法律の条文見てても出生ってしか書いてないから、条文は答えてくれない。条文でわからないところは解釈が必要。そういうところに論証が出てくるんですね。で、すっごい簡単に書くとこんな感じ。人はいつから権利能力を持つか。権利能力って権利を持てる能力ってことなので、まあ、権利能力っていうのがあると財産を持てる。それぐらいの意味だと思ってください。を持つのか。別にこれ書かなくてもいいけどね。出生括弧民法3条1項の意義が問題となる。とりあえず書いちゃいますね。すごく今回短めに論証を書きます。この点、解釈の明確性から母体から全部露出した時と解する。こんなのが論証ってやつなんですね。ここの3行、人はいつから権利能力を持つのか、出生の意義が問題となる。で、もっと詳しく言うと、出生っていう文言からは分からないから問題となるということですね。論証っていうのはパーツなんだけど、このパーツを長く書くときも短く書くときもあります。それは回答用紙とか回答時間に限りがあるので、どこをたくさん書いてどこを短く書くかっていうのは現場の判断なんですね。で、理由をつけて、これ理由めちゃくちゃ簡単にしました。
解釈の明確性から、これが理由です。母体から全部露出したとき、これ結論ですよね、と解する。で、めちゃくちゃ短いバージョンなんですけど、どういうことかっていうと、もしね、一部露出しただけで出生とすると、一部ってどこかって話になりますね。髪の毛一本でいいのか、そもそもそんなの調べようあるのかとかですね、首まで出たらいいのかとか、よく分かんないことがあるので、全部出たら出生って方が分かりやすいと。それが解釈の明確性からってことなんですね。このように問題点指摘して理由をつけて結論を示した、これが論証というもので、論文のパーツになってきます。で、これ今私ね、プレゼンターで写してるので分かんないかもしれないけど、何も見ないで当然書いてます。こういうのをすって書けるようにしないと論文を書けないんですよ。そのために普段からこういうのを書けるようにしておく。で、もちろん講義のレジュメとかもついてるんですけど、そのレジュメ眺めてね、一言一個同じに書ける必要は全くなくて、同じようなことを書ければいいんですよ。なのでキーワードを覚えて、で、例えばね、レジュメを裏返して、チラシの裏って今ないかもしれないけど、白い紙に書き出してみる。そういうのを繰り返して論証を覚えていく。これが司法試験で一番大変な作業です。ただここ乗り越えれば半分ぐらい終わり。脱線しましたけど、論証というものはこういうものでした。で、このサイクルをスケジュールに落とし込んでいくんですよ。なので戻りますよ。月間計画こう書いてあった。民法総則の学習、講義に出る講義の復習、講義で習った範囲の担当式試験の過去問を解く、講義で習った範囲の論証を何も見ないで書けるようにする。これが月間計画で、月間計画は主に分野を指定するということですね。民法総則が5月、6月が総則、再建、総論で、次のページにペラッとめくってください。はい、これ小計画です。これが1日の計画で、これがメインになります。で、例えば池袋本校の私の入門講座は月金にあります。じゃあその講義をペースメーカーにして組むとこんな感じ。6月1日講義、民法13回目、で講義3時間あります。で、月曜日3時間講義聞くと、大抵の人ヘトヘトになりますね。その日のうち復習できるならしていいんですけど、例えばね、次の日に復習を組む。火曜日は前日にやった債権総論のテキスト P 何々から何々を読んで理解する。で、次の日、前日にやった部分の担当を書く、問を解く、論証を覚える。で、これ空白になってるのは予備ね。司法試験受験生ってね、非常に真面目なんで、キツキツでスケジュール立てる人多いんですよ。だからできないことが多いんで、ちょっと予備を設ける。で、金曜日は講義、民法14回目。で、6月6日、土曜日だからちょっと多めに、前日にやった債権総論のテキストを読んで理解して、担当式試験の過去問を解く、論証を覚える。で、さらに日曜も予備日。日曜で午後から会社のバーベキューとか、プライベートとかの用事も書き込んでおく。こんな感じでいいんですよ。じゃあ次いきますね。こんな感じのスケジュールを立てます。で、1ページ目にちょっと戻りますけど、下から3行目括弧に、中小計画はすべて最初に立てない。中計画は3ヶ月ぐらい最初に設定して、そして3ヶ月が経過したら都度立てていく。で、むしろこっちがポイントかもしれない。小計画は1週間単位で立てる。1日単位のスケジュールの中にはもう1年間全部立てる人いるんですよ。でもスケジュール、特に1日単位のスケジュールってどんどんね、崩れてきますので、リスケがありますので、だいたい1週間ぐらいで1日単位の計画は立てた方がいいです。スケジュール立てるのも大変ですからね。で、2ページ目いってください。で、中計画、これ月間計画ですね。メインは何の科目をやるのか、インプットなのかアウトプットなのか、論文なのか担当なのかっていうのを書いていく。で、括弧4、小計画で、これがメインのスケジュールになります。で、1日に何をやるかを具体的に書いてください。でね、これ時間単位のスケジュールでもよいが、何かというと、例えばこの日は3時間民法を勉強しますっていうスケジュールでも悪くはないんだけど、私はね、時間じゃなくて内容単位のスケジュールをおすすめします。内容単位っていうのは、例えばテキストの何ページから何ページを読むっていう計画、時間じゃなくてね。で、なんでこれを立てるかというと、3時間勉強するだったら机の上に向かって終わっちゃう人いるんですよ。そうじゃなくて、必ずこれをやるってタスクで書く、やる内容で書く、それをおすすめします。ただね、これを言うと
こんなね反論が来ますよね。いや先生言ってること分かるんだけど僕時間ないんですよ、3時間しかないんですよ、どうしたらいいですか。それはね、これその代わり無茶をしない、あの3時間で絶対終わりそうなページ数にする、余裕を持っておく。そうすると言い訳聞かないですよね、自分が。いや余裕を持って立てたのに3時間できなかったらあなたが悪いんでしょってなる。なので3時間で絶対終わるような内容を決めて書くんです。でなので終わらなかったら終わるまでやる、余裕を持って立てた以上は終わるまでやる、逆に早く終わったらおしまい、やってもいいですけどね、そういうことになります。でね、これもね、私司法試験受験生たくさん見てきたんだけどみんな真面目なんですよ、やっぱ司法試験受けようっていう人だから。なのでね、スケジュールも無茶して立てる人多いんです。なので例えばこの日何々をやるってのは若干余裕を持って少し少なめぐらいで立てた方がうまくいきます。であとさらに予備日を作ってください。で予備日は計画が破綻しそうな時の予備です。で例えば計画がスムーズにいっていれば余暇としても活用してもよい。で予備日作った方がいいのはこのようにね、計画が破綻しそうな時に使えるっていうのもあるし、これあとね、まあ、プライベートの皆さんいろんなご都合あると思うんですよ。例えばねお子さんいらっしゃる方もいるかもしれないし、そういった方もやっぱ予備日あるといろんなスケジュールこなせますよね。なので予備日は作った方がいい。であとねもう一個予備日のメリットがあって、予備日も勉強するっていう人、理解しにくい論点をとことん考えることにも使える。どんな学問もそうですけど、やっぱり頭使ってね何時間も考えないと理解できないような論点ってあるんです。やっぱり司法試験にもあります。でそれってね普段のスケジュールに組み込むと時間に追われてなかなか考えられないんで、予備日を使ってゆっくり考える、その辺のね、まあ今コロナだから難しいかもしれないけど公園とか喫茶店に行ってちょっと頭の中で考えてみる、そうすると分かることがある。そういうふうにも使えるので予備日は使った方がいい、作った方がいいです。で予備日を2回使っても計画を修正できる見込みがない場合は勉強計画の不当たり破産なんで、これはリスケしてください。でなんで2回かというと、あの司法試験に手形法って出てくるんですね。で、まあ、今手形ってまた暗くなったね、大丈夫ですかね、司法試験って手形法って出てきます。で手形ってね今あんま使われないんだけど、要するに手形を200万円の手形振り出すと、200万円を後から払うよってことになる。で後から払えなかったら、これが2回繰り返したらね銀行取引停止なんですよ。その会社は銀行と取引できなくなって普通は破産になる、まあ、それと合わせましょう。2回使っても計画修正できる見込みがないときはとっととリスケしましょう。でこれもねリスケしたくないっていう人いるんですよ。そんなのにこだわらなくていいですから、パッと切り替える、まあ、できなかったからじゃあちょっと計画組み合わせを、これはねすぐしてください。リスケ司法試験受験生ね真面目でね頑固な人も多いんでなかなかスケジュール組み替えない人もいるんだけど、これもぜひやってください。で次ペースメーカーの重要性です。で司法試験は量が膨大なのでペースメーカーを作った方がいいです。例えば講義、一番いいのは講義、月曜日と金曜日に講義があるからそれに合わせて復習をしよう、これ一番楽です。であとテキスト何ページの区切り、1日テキスト20ページやろう、まあ、こんなのもペースメーカー、まあ、1日担当式試験の問題10問やろう、論文問題2題やろう、何でもいいんですけどペースメーカーを作ってください。それじゃないとねなかなか見失います。で隙間時間の活用法、司法試験はこれも重要になります。あ、ただね誤解しないでいただきたいのは、司法試験隙間時間だけでは受かりません。ある程度まとまった勉強時間を確保する必要があってあるんだけど、その他に隙間時間も活用しましょうということで、隙間時間の活用法いろいろあるんですけど、よくあるのはコンパクトな記憶ツールをいつも持ち歩く、論証集って言って論証だけをまとめたものを持ち歩く、でちょっと厚い本なんだけどレックから簡託って出てきます。これは択一用の六法、民法とか刑法とかあってちょっと厚めの本なんだけど、それをずっと持ち歩いてる人もいます。あとですね、論証をスマホに転送、これ割とおすすめです。私の受験生時代ガラケーだったんでガラケーにメールで送ってましたけど、論証、あ、また暗くなってますねこれ、大丈夫ですかね、これ論証ね自分でパソコンで打つんですよ。
まあ、パソコンで打つだけ勉強になりますね。頭に入れてパソコンで打って、それを例えばスマートフォンにメールで転送するとなると、スマホで 見れるじゃないですか。全部何も持ち歩かないでも勉強できるようになる。そんなこともあります。特にね、私覚えにくいのはよく携帯電話に転送してそれ眺めてました。あと条文、条文を見るだけでも勉強になるんですけど、これインターネットに落ちてます。日本は法治国家ですので全部の条文公開されてます。民法とか憲法も当然公開されてるので、それを見ていくっていうのもある。あとスマートフォンも持てない満員電車なんかどうするか、まあ今時は少ないですけど、例えば問題を覚えて考える時間にする。よくあるのが短めの論文問題をもう読んでいて頭に入れて、短めだからね、電車の中でこう考えるわけですよ。これをどうやって書こう、これがこうなったから僕はまずこれを書いてこう書こうとかね、頭の中で論文問題解いていく、それも結構有効です。あと視覚化する、まあできたら赤ペンで項目を潰していくとか、学習時間をペンで塗っていくとか、そういう方もいます。私はあんまり好きじゃないですけど、こういった方法もあります。ということで、スケジューリング、なんとなくイメージ湧いたでしょうか。でスケジューリングやるにはまずね、ペースメーカー、これを見つけてください。独学の方はテキスト何ページとかで、予備校の講義取る方は講義これぐらいとかね、そういうふうに活用してください。であとですね、もう一個追加でお配りしたレジュメなんですけど、これ60分で分かる司法試験のすべてって書いてますけど、これは他のガイダンスです。ただ司法試験の概要とかまだ詳しくないって方はこれを見てください。であと3ページ目には、このレジュメの3ページ目には担当問題が出てます。ちょっと見ておきましょうか。担当問題、第1問、 A が19歳で真剣に服する男性であることを前提として、次の A から O までの各記述のうち正しいものを組み合わせたものは後期1から5までのどれか。あ、A がその親権者から営業を行うことを許可された後に親権者の同意を得ずに売買契約を締結した場合には、その売買契約がその営業に関しないものであっても A はその売買契約を取り消すことができない。で、これなんとなく未成年者って親の同意がないと、まあ買い物とかできないんだなってのは知ってるかもしれない。それに関することなんですね。で、さっきね、講義の復習で担当問題解く事例に触れるってやりましたけど、まさにこれなんですよ。まあ若干抽象的ですけど事例になってますよね。こういった事例形式で自分の知識を確認する、そういった意味でも入門講義を聞いた後担当に触れてほしいんですね。ただ難しいってのは難しいんですよ。例えばね、まあ日本語でも英語でも二重否定って出てくると難しいですね。なんちゃらでないわけではない、そんな表現が散りばめられてるんです。だから結構日本語的にも難しいんで、最初は読んで答え見て理解できればいいんですけど、どんどんねこれ解けるようにならなきゃいけないってことです。最初は慣れていくことが重要です。あと論文問題は、5ページ目に書いてます。すごい長いんですね、予備試験の論文でも。まあでもこれぐらい問われるんだってのは知っておいてください。あと8ページ目、第3、長期化する人、短期合格する人。これはね、今日のガイダンスじゃないんですけど、非常に人気のあるガイダンスで、ウェブにもアップされてますので、ご興味あればね、これ聞いてください。レジュメ、これで大丈夫なので、今日お配りしたレジュメでね、YouTube にアップされてますので、ご興味あれば聞いてみてください。で、今日のレジュメは11ページに書いてます。よろしいでしょうか。はい。で、スケジューリングっていうのは個別性が大きいので、この後は個別相談の時間とさせていただきます。ただね、概要は今お話した通りなので、ぜひね、今日のガイダンスを生かして予備試験、司法試験合格のスケジュールを立ててみてください。それではガイダンスは一旦終了いたします。お疲れ様でした。